ニウエの在外交換の地図ニウエニウエの在外交換がある国ニウエの在外交換の一覧ではニウエが設置している在外交換を挙げるニウエはオセアニアの小国であるニウエはニュージーランドと自由連合を結んでいるがそれと同時にニウエは2015年の時点で12カ国と外交関係を持つニウエは実地されているがそれと同時にニュージーランドが国防と外務を ニューエの要請に応じて対処している。国際連合においてニューエは、ノン、メンバーステートに分類されている。そして1994年、ニュージーランドからの宣言により、ニューエの外交責務が進展したことを受けて、国際連合事務局は、ニューエに条約を締結する能力が完全にあることを認めた、条約にニューエという名前を書するようになった。ニュージーランドに、在外交換がある。 もともとニューエと関係を持っていたことから、2001年に、ニュージーランドは、ニューエの在外交官とその職員によって享受される、外交特権を成分化した特別法を成立させた。ニューエは、欧州連合とユネスコの政府代表部も持っている。欧州連合の政府代表部は、2000年に、欧州連合加盟諸国とアフリカカリブ海、太平洋諸国との間で調印された。 コトヌー協定の後で設立された、ウェリントンにあるニーエの高等弁務官事務所、ありがとうございます。